言ったはずだ。我らに残された時間はあと4時間余りしかない。邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。一体こいつらのどこにまだ戦う力が残っているのか。何、三位一体のあの構えは。サラの花びらに血文字が。これは釈迦が私に託した句。あらやしき、あらやしき釈迦。やっと分かりました、あなたの死の意味が。そして今こそ私の覚悟も決まりました。窮地に追い込まれたサガたちは再びアテナエクスクラメーションの構えを取る。それを目の当たりにしたムー、アイオリア、ミロの3人のゴールドセイントもまたアテナにより固く禁じられたアテナエクスクラメーションを持って対抗するしかなかった。ビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションのぶつかり合い、その破壊力は無限大に高まり、サンクチュアリをも消滅させようとしていた。がしかし、ブロンズセイントドラゴンシリューが捨て身のロザン昇竜派を放ち、両者の中間でくすぶっていた威力をサガたちへと押し切ったのだった。禁断の東方同士の激突が終わり、サンクチュアリに静けさが戻ったかに見えた。アテナはゴールドセイントに、もはや戦う力を失ったサガたちの命を奪うことを禁じ、アテナ神殿まで連れてくるよう命じる。激しい戦いの末、ついにアテナとまみえたサガに、彼の双子の弟カノンは教皇の間に隠されていたある品を差し出した。それは13年前、サガ自らが残した呪われた品だった。これは。そうです、サガ、あなたが13年前、教皇に化けてまだ赤ん坊だった私の命を奪おうとした黄金の探検です。なぜこれを。もちろんサガ、あなたに私の命を取らせるためです。さあ遠慮はいりません、私の喉をつきなさい。それによってあなたたちは苦しさから解き放たれるのでしょう。アテナ、あなたは、あなたはまさか。悲しみよりそのぬくもりを。そんなにも簡単に変わるとは思
ぜ自ら。どうしたんだろう。十二級の入り口であるこの白葉球に人っ子一人いないなんて。僕たちが遅れている間に戦いはかなり進んでいるはずだ。聖夜やシリューは大丈夫だろうか。それにアテナのコスモも気になる。ここに来るまでずっと嫌な予感がしてならなかったのだ。嫌な予感って、まさかヒョウが。いや、俺の単なる取り越し苦労だとは思うが。とにかく先を急ごうよヒョウが。よし、行くぞシュン。飛ばしてくれたのか。俺もこうしてはいられない。すぐに十二級に戻ってアテナを守らなきゃ。なんだこの胸騒ぎは。こんな嫌な予感は生まれて初めてだ。一体これは。まさかアテナは。沙織さんが死んだ。ラダマンティス、何故無断でスペクターを出動させた。はっ、パンドラ様、申し訳ありません。お前はハーデス様のご意志に逆らうつもりか。とんでもありません。私は完璧を期するあまりに。それに未だ楽観はなりません。アテナが自ら命を絶つなど、これにはきっと深い何かが。お待ちください。パンドラ様、お許しを。私の言うことは全てハーデス様のご意志から出たこと。それに背く者はたとえ誰であろうと永遠の死を与える。お前は冥界の亡者を裁く三巨頭の一人。ここで消すには惜しい。今度だけは許す。
以後前にも増して忠誠を尽くせ。よいな。はい、ありがたき幸せ。申し上げます。サガたち、ただいまアテナの死体を抱えて舞い戻りましたが。何？アテナの死体を？はい、いかがいたしましょうか。よろしい、私が直に会おう。ここへ通せ。はあ、いいか、サンガたちは必ず。俺たちは一体何なのだ。アテナを守るセイントでありながら、沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。何一つ。セイヤ。確かに今回ほど自分の力のなさを痛感したことはない。俺たちは無力だった。名ばかりのセイントだ。何を泣き言を言っている。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだぞ。誰だお前は。その声は死を。何？こいつが全教皇でありながらハーデス軍に寝返ったという男か。老子はどうした？死を。名ばかりのセイントどもよ、そこをどけ。名ばかりのセイントどもと言ったのだ。分かったらそこをどけ。燃えている限り俺は命を懸けて戦う。この大いなる星屑に巻き込まれたら誰も逃げ延びることはできん。レディーハン。Yeah!
承知。クリスタルウォール。俺は戦うぜ。全力で戦って勝ち続けてやる。